長男夫婦が新築を購入した。しかし他人に個人情報は教えません。そう言って新築祝いに私を呼ばない上に、引っ越し先すら呼ばない長男の嫁。長男は嫁にベタぼれで嫁の言いなり。我が子の新築祝いをしたかったというのに。まああなたたちがそういう態度ならこっちもそれ相応の対応を取るから。お母さん、タワマンの最上階に引っ越したの？さすがお母さん。私がタワマン最上階に引っ越したことを耳にした途端、手のひら返しをする嫁には痛い目を見てもらうわ。私は文雄、67歳、会社経営者だ。不動産関連も少しかじっており、最近高層マンションを3棟所有した。タワマンもなかなかいいわね。引っ越してもいいくらいね。マンションを所有してから今暮らしている、とても広くて大きな一軒家を手放そうかと考えるようにもなった。そんな私には33歳の息子がいる。すでに息子は自立しているので、家には私一人。そういうこともあって引っ越しを考えているのだ。俺は自分の力で歩んでいきたいんだ。と言い、私の会社では働いていない。実は過去に私の会社が業績ダウンしたことがあり、私の会社にあまりいい印象を持っていないのだろう。そのため息子は大学を卒業した後は他の大手企業に就職をした。ちなみに私には夫がいない。息子が小学生の頃に夫の浮気が原因で離婚している。会社経営をしている私は何かと忙しく、仕事と育児の両立をするのでいっぱいいっぱいで、夫の相手ができなかったのだ。当時は悔しくてしょうがなかった。結果このことが業績に響き、社員全員に迷惑をかけてしまったのだ。このままではまずいとすぐに気持ちを切り替え、会社はなんとか持ち直した。毎日忙しくバタバタしていたのだが、気がついたら息子は成人し、私も年を取っていたのでびっくり。さらに驚くことといえば、つい最近私の息子が結婚をすると報告をしてくれた。もともと高校の時の同級生だったらしく、同窓会で再会して交際を始めたとのこと。息子にとっては初めての彼女だ。今度の土曜日に彼女を連れてくるという。まさかあの息子がもう結婚をするなんて。とはいえ30を超えているわけだし、妙齢といったところか。私は息子の結婚を喜んだ。さらに息子から話を聞くと、かなり彼女に惚れており、愛しているのが伝わる。家庭を捨てた元夫と違い、一人の女性にたくさんの愛情を注いでいるようで、私は安心。息子が惚れた女性、よくある YouTube のストーリーのような嫁姑のギスギスした関係ではなく、彼女と仲良くしようと心に決めた。結婚の挨拶の日、はじめまして。元気のいい女性がやってきた。源氏さんとお付き合いさせていただいています、優香と申します。源氏さんからお母様はこちらのお菓子が好きだと伺い、こちらを今朝購入してまいりました。ぜひご賞味ください。彼女は私の好物のどら焼きを私に差し出した。まあわざわざありがとうございます。この和菓子店は朝から行列ができるほどの人気店。すごい時はオープンして2時間で完売ということもある。それを今日のために。彼女はメイクもヘアスタイルもナチュラルではあるがバッチリ。この子は一体何時に起きたのだろう。彼女は見た目が綺麗なだけでなく、気が使える上にマナーもしっかりしている。しかも楽しく会話ができるので話していて気持ちいい。長男が好意を抱く気持ちもわかる。こんな素敵な女性なかなかいない。いい関係が築けるだろうな。私はそう思い、源氏をよろしく頼みます。二人の結婚を祝福した。そして両家顔合わせや結納式をして、二人は無事結婚。私は二人の幸せを願った。すると私の思いが伝わったのか、優香は今妊娠5ヶ月なんだという報告を受けた。孫ができると
とても嬉しい。息子の結婚以上に歓喜した。みんな幸せで、これからもっと素晴らしいことになるだろう、と思って過ごしていたある日。お母さん、また来ちゃった。上がるね。私は嫁に慕われているようで、よく我が家に遊びに来てくれる。よく来てくれたわね。いらっしゃい。嫁とギスギスした関係じゃなく、こうして仲良くできるのは嬉しい。が、しかし、アポなしでいつも来るので、正直困っているのも事実。その上。見てこれ、超可愛くないですか？お母さん、これ、私ものすごく欲しいんです。赤ちゃんに着せたら、すっごく可愛いと思うんですよ。ベビー用品を見せてきては、遠回しに私へおねだりをする。とても可愛いわね。よかったらプレゼントしようか。私たちの付き合いがまだ浅いとはいえ、息子の選んだ女性、それに初孫のためだ。私は遠回しのおねだりをされては嫁に買い与えていた。本当にありがとうございます。これでいい関係が築けるならと私は思っていたのだが、お母さん見て、今度はこれが欲しいの。どう？可愛いよね。ポチっていい？さらにはメールで、お母さん、この URL の商品欲しいから夜、配達は明日の午前中着で、とメールで注文するようになってきた。買ってもらうのが当たり前になってきており、しかも感謝の言葉すら言わない始末。最初は可愛かったのに、こんなズーズーしい態度はありえないと思い、私は我慢できず、あのさ、最近の優香さんは私に買ってもらうのが当たり前だと思っていない。さすがにおねだりしすぎよ。それと、いくら家族になったからといって礼儀はわきまえないといけないわ。感謝の言葉ぐらいせめて言わないと。すると、別に当たり前とは思ってないけどさ、別におねだりしてもいいじゃん。だってお母さんは会社を経営していて、タワマンも3棟持ってるんでしょ。私の買い物ってタワマンより高い？違うよね。どうやら嫁は私が会社を経営しているから余裕がかなりあると思いおねだりしていた様子。そうは言ってもこういうのは違うと思うわよ。特にこれから母親になるんだから、子供にお礼の言葉を言うように教えるでしょう。欲しいもの、必要なものは自分で買ってこそ大切にできるんじゃないかしら。私はやんわりと断るが、嫁はイライラ。ああ、そういえば源氏が言っていたけど、昔お母さんの会社って業績がガタ落ちしたんだって。もしかしてまた業績落ちてるの？だからちょっとのものでも買ってくれないの？ちょっとって言うけど、赤ちゃんのお宮参りのためとか言って、あなたたちの分の着物一式もおねだりしてきたでしょ。100万以上するものはおねだりの範疇を超えているわ。息子から過去の会社のことを聞いたようだけど、今は業績不振なんてことはないわ。だったらいいじゃない。会社がうまくいっているってことはお金が有り余ってるんでしょ。だったら私に使ってよ。源氏も大手企業の部長でお金に余裕がある方だとは思うけど、お母さんとはかなり差があるじゃない。私はもっともっといい暮らしをしたいの。私のためにお金を使ってくれないのなら、何のために源氏と結婚したのかわからないわ。その言い方だと、まるで私の金目当て。ちょっと待って、源氏のことを愛しているから結婚したんじゃないの？なわけないじゃん。同窓会行った時さ、源氏が社長の御曹司っていうのを思い出してアプローチしたの。そしたら速攻で落ちちゃって、ほんとちょろいのなんのって。別にあんなやつ、お金なかったら好きでもなんでもないし。最低だ。こんなこと、源氏が聞いたら絶対に傷つく。子供ができたし、離婚しろとは言わない。でも、源氏を傷つけるのは許せないわ。あの子は、あなたのことを本当に愛してるのよ。その気持ちを踏みにじるようなことを言わないで。私が怒ると言い返すことができなかったのか、嫁は突然立ち上がり。もういい。金を出さない姑なんて他人同然。知らないわ。プンプンしながら帰っていった。それにしても、まさか嫁の正体がこんなひどい人物だったとは。私は息子にこのことを言おうか悩んだ。すると、その日の晩。母ちゃん、どういうことだ？息子がうちに怒鳴り込んできた。どうも何も、
優香さんがあまりにもずうずうしい態度な上に感謝の言葉すらないから注意しただけよ。私がそう言いかけると息子はでかい声で私に切れる。優香の言う通り、母さんは金持ってるんだしいいじゃねえか。少しぐらい、優香は今妊娠中なんだぞ。それなのに冷たくするなんて最低な姑だよ。優香は帰ってきてからずっと泣いてるんだぞ。息子に責められ、これは私が悪いのかしらと思いかけたが、冷静に考えてみればどちらがおかしいのかは一目瞭然だ。あの女は金目的で息子を利用していることを私は知っている。言うのをためらったが、息子のためと思い真実を伝えた。だが、なわけねえだろ。優香はそんな女じゃない。とっても純粋で天使みたいな人なんだ。優香は女神なんだよ。優香は毎日俺に愛していると伝えてくれるんだ。接していればわかる。優香が俺を愛してくれていることぐらい。手遅れだった。何度も目を覚ますように私が訴えても息子は私の意見に耳を傾けようとしない。まるで嫁に洗脳されているかのよう。数時間平行線のまま話が続いていたが、もういい。母ちゃんが分からず屋で嫁いびりのひどい姑だとは思わなかった。それはこちらのセリフだ。元夫に似ず一途なのはいいが、彼女しか視界になく全く周りが見えていないなんてさすがにおかしすぎる。母ちゃんとは当分距離を置かせてもらうから、ここにはもう帰ってこないからな。息子はそう言って出て行った。息子の思春期の時に何度か喧嘩をしたことはあったが、ここまで大きな喧嘩は初めてだ。嫁に対しての発言を私は少し後悔してしまった。最低な女だけど、こんなことになるなら優香さんに反抗しなければよかったのかしら。そして頻繁に我が家へ来ていた嫁は一切来なくなり、息子に電話をしても絶対に出てくれなくなったのであった。このまま孫にも会わせてもらえなかったらどうしよう。出産まであと3ヶ月、私は不安を抱いた。そして私の不安は思わぬ方向で的中する。息子たちといざこざがあった2ヶ月半後、優香が生まれた。あ、違う、優香が産んでくれたんだ。女の子、かわいい女の子を産んでくれたよ。息子から電話が来た。興奮し声が震えているのがわかる。病院に行ってもいいの？私がそう聞くと OK だという。まさか孫と対面できるとは。時間が私たちの関係を何とかしてくれたのだろうか。とにかく私は涙が出るほどに嬉しかった。孫が生まれたこともそうだが、息子夫婦とまたこうやって関われることに。私は仕事を中断し急いで病院へ向かった。そこはホテルライクをテーマとしている産院で、まさに外観はホテルのようだった。ちょうど分娩室から病室に移されたところだったらしく、廊下で源氏と優香にばったりと会ってしまった。少し気まずく、なんて声をかければいいのかわからない。おめでとう二人とも。私が祝福をすると息子と嫁にありがとうと言われた。そして病室へ。嫁の要望らしく大部屋ではなく特別室と書いてある個室だった。私たちが病室へ入ると嫁の両親も到着した。少し早いけど元気に生まれてよかったわね。そういう嫁側の母親、たわいのない会話をしようとすると嫁側の母親が妙な発言をする。次は新築ね。出来上がりが楽しみじゃない？私たちにとっても。え、次は新築？一体何の話だろうか。すると優香が、そうね、本当楽しみ。あ、悪いんだけどママちょっと喉が渇いたから、パパと一緒に飲み物を買ってきてくれない？自身の両親を病室を出そうとする。出産したばかりだもんね。いいわ、大量に買ってくる。そう言って嫁の両親は出て行ったのだ。ねえ、あちらのお母さんが言っていた新築って何のことなのかしら。私が質問すると嫁と長男は顔を合わせた。母ちゃん、俺言ったよな、母ちゃんとは距離を取るって。源氏はとても冷たい声でそう言った。どうやらまだ二人はあの日のことを根に持っているらしい。だから母ちゃんに内緒で新築で注文二世帯住宅を建てたんだよ。まだできていないけどね。あ、勘違いしないでね。二
二世帯って言っても、もちろん住むのはうちのパパとママ、私たちだけだからね。新たな生命の誕生を喜んでいたのに、私はショックを受けた。それならどうして私を今日呼んだの？新築のことを黙っているのなら、子供が生まれたことも言わなければよかったじゃない。私は今日仲直りできると期待してここへ来たのに、なぜ呼ばれたのか理由がわからない。もちろん出産祝いをもらうために決まってるだろう。ああ、退院の日に出産費用を支払わなくちゃいけないし、それも支払ってくれない？ここ無痛分娩に個室、その辺の産院の倍くらいするんだよ。どうせ母ちゃんにとってこれぐらいへでもないだろうし。そうそう、むしろ私のことを傷つけた慰謝料も払ってもらいたいくらいだわ。本当そうだよな、優香。会ってすぐ金を請求しようと思ったけど、廊下でばったり会っちゃったからさ。看護師さんやあっちの親の手前、そんなこと言えないじゃん。すると嫁が続けて、私のメンタルを傷つける。ちなみに、新築祝いは私たち家族だけでするから。あんたは呼ばないから。うちのパパとママもぶっちゃけ、お母さんとあまり喋りたくないみたいだよ。え？社長だからいろいろと鼻につくとかなんとか言ってたよ。かわいそうに。私のことを完全に財布扱いし、挙句新築祝いにも呼ばないという。しかも向こうの両親も最低だ。なんでそんなことをわざわざ言うの？今日は赤ちゃんが生まれた素晴らしい日でしょ。私が疑問をぶつけると嫁は笑った。源氏が距離を置くって言ったじゃん。でもまあ一応赤ちゃんの顔だけ見せて、あとはもうさよならってね。いろんな費用払ってくれたらもうどうでもいいのよね。つまり他人ってこと。他人に個人情報は教えません。私を他人扱いするなんてひどい、ひどすぎる。どうしても新築祝い呼んでもらいたかったら、出産祝いと出産費用、それと今後のこの子の育児費用を支払ってくれたらいいよ。タワマン2棟を現金化すれば、この子が大人になるまでの費用なんて楽勝でしょ。ずっと安泰よね。そうだそうだよ、優香は本当しっかりしてるよな。優香と子供のために母ちゃんは金をくれよ。それが俺たちとこの子をつなぎ止める唯一の手段だぜ。女一つでここまで変わってしまった息子、そして息子を毒がした嫁、絶対に許せない。さっき優香さんは私に他人と言ったわよね。いいわ、この際だからあなたたちとは他人になります。そう言って私は病室を出た。二人がゲラゲラ笑っているのがかすかに聞こえたが、もうどうでもいい。なんせ他人だから。他人か。赤ちゃんを産むのは命がけ、そして育児はもっと大変。今まで息子を育てるのに苦労したというのに、息子に対して他人と言ったが、もちろん本心ではない。本当はずっと家族でいたかった。私は会社に戻る途中、車の中で号泣した。だが私は経営者、気持ちを仕事モードに切り替えた。そして今日のことを考えたくなかったので、私はしばらくの間仕事に打ち込んだ。すると数ヶ月後、私の努力の甲斐あって今まで以上に業績が上がり、今年一番の売り上げを実現化することができた。お金にかなり余裕ができたし、大きな買い物でもしようかしら。こうして私は最近のストレス発散や仕事に打ち込んだ自分へのご褒美として、タワマンの最上階の角部屋を購入した。景色がとてもよく快適だ。そんなある日、スマホが鳴った。嫁からの電話だ。人に他人と言っておいて今さら何の用なの。私は無視したが、一向に電話は鳴り止まない。しょうがなく電話に出ると、久しぶり、聞いたわよ、タワマンの最上階に住んでいるんですって。なんで教えてくれなかったのよ。どうやら私がタワマンに引っ越したことを小耳に挟んだらしい。そういえば引っ越しするとき、近所の人たちが騒いでいたっけ。さすがお母さんよね、タワマンの最上階に住むなんて。ほんと私たち家族の誇りよ。気持ち悪いぐらいベタ褒めしてくる嫁に寒気がする。要件は何でしょうか。私が質問すると、嫁はとんでもないことを言い始めた。ああ、うん。実はさ、お金を貸してくれないかな。久しぶりの電話で金を貸せ。
何を言っているのだろうか、この嫁は。なぜでしょうか。私は理由を聞く。だがなかなか答えようとしない。時間の無駄ですね。切ります。私がそう言った瞬間、嫁は口を開いた。待って、実は源氏が左遷されてしまって。息子が左遷？一体どういうことなのだろうか。そのどこから話していいやら。嫁はゆっくりと説明してくれた。どうやら息子は大口取引先に対してとても失礼なことをしてしまったらしい。さらにこの件がきっかけで息子はまた失敗したらどうしようという不安感を抱き、仕事でミスを連発、近々左遷されるとのこと。幸い家から職場へ通えるらしいが、給料が大幅ダウン、その上今期のボーナスもカットとのこと。頭金を結構長く支払って貯金がなくって。早くローンを支払いたいという気持ちから貯金からかなりの額の頭金を支払ったという。それでもローンはまだ多く残っているらしい。まさかこんなことになるとは思わなかったから。私と距離を置いてからも好きでもない息子との結婚生活を続けたのは、息子の給料が安定しており働かなくても自分の両親とずっと一緒に暮らしていけると思ったからという嫁。なんとも甘い考えだ。ローンの支払い、生活費、保険、翌年から始まる固定資産税、さらにバカにならない毎日のおむつ代、息子家族はてんやわんやらしい。ちなみに保証人は嫁の父親らしいが、このことを相談すると、俺たちは名前を書いてやっただけだ。本当にお金をどうにかはできないよ。俺たちにも老後があるんだ。そうよ、あんたがいいかも見つけたって言うから、私たちも住んでる家を売ってこの家に来たのに、ちっとも玉残しじゃないじゃない。私たちの老後の責任取りなさいよ、と言って、支援はおろか毎日もっと働けとせかされているそうだ。だからお母さんにお願いしているの。なぜあなたが私にお願いをしてくるの。息子からお願いするのが筋だと思うわよ。実は源氏には止められているの。お母さんに相談するなって、ああやって突き放してしまった以上甘えられないから。確かにそうだ。息子はバカなことをしてしまったが、この選択は正しい。だんだんと目が覚めてきたのだろうか。助けてお母さん、パートを始めたけど子供が熱出たとかで休みが多くて、給料がマジ少ないの。このままじゃ生きていけない。助けを求めてくる嫁。だが私はすかさずこう言った。あなたとは他人ですよね。え？他人と言われたことを今でも根に持っている自分は大人げないのかもしれない。しかしひどく傷ついたのも事実だ。自分の息子が苦しんでいるのよ。それでもいいの？それに産院の費用だってお母さんが払うってことになってたのに払わなかったでしょ。退院の時にすごい額請求されて分割にしてもらったの。恥かいたのよ。懸命に訴える嫁。私は払うなんて一言も言ってないですし、お気の毒にとしか言えませんね。嫁は泣き叫んだ。自分ばっかり贅沢してタワマンに住んで、しかも社長でしょ。タワマンを所有しているんだから部屋の一つぐらいちょうだいよ。切れ散らかす嫁の声に反応して子供が泣き声を上げた。いえ、むしろなぜ他人であるあなたに私は部屋をあげなくてはいけないんですか。私は他人を貫き通す。なんでよ、ちょっと冗談で他人って言っただけじゃん。冗談？冗談だったら義母を他人扱いしていいのかしら。冗談でも私は傷ついた。それがあなたにはわからない。私がそう言うと嫁は黙り込んだ。子供の泣き声だけが響き渡る。お願い、せめてこの子だけでも何とかしてお願いします。確かに子供は無関係。こんなことに巻き込まれるのはかわいそうだ。子供が熱を出した時、あなたは迎えに来いと言われるんでしょ。自分のご両親は頼れないの。私が疑問をぶつけると黙った。両親はその、子供はうるさいし言うことを聞かないから面倒を見るのは嫌だと。それに子供の風邪は強力だから、移って私たちが死んだらどうするの？とか言われて。さすが
この嫁の親だと思ったのは言うまでもない。大方嫁の両親も同居して息子の収入を当てにして生活しようとしていたのだろう。分かったわ、子供のことだけ何とかしてあげる。え、本当に？子供が熱を出した時にだけ私が子供の面倒を見るという約束をした。子供に罪はないわ。でもあなたのことを助けようと思わない。だからお金は自分たちで稼いで何とかしなさい。待ってよ、それじゃ何の解決にもなってない。そう言って私は電話を切った。翌朝、事情を知った息子から電話がかかってくる。何度も謝罪をされた。どうやら昨晩、嫁が私に電話をしたことで喧嘩をしたらしい。母ちゃんには言うなって言っただろう。うるさい会場なし。あんたなんか社長の息子じゃなかったら結婚なんかしなかったのよ。こんなはずじゃなかった。友達から羨ましがられるセレブになれると思ってたのに。と言われたんだとか。あの時母ちゃんに言われたこと本当だったんだな。そう言った息子の声はかなり後悔しているように思えた。息子はショックを受けたが、幼い子供がいるし家を買ったばかり。ひどいことを言われたが、嫁には情があるようで離婚はしないそう。俺本当バカだよな。息子は様々なことに後悔していた。そして息子から昨晩の出来事を聞いた後、子供のことをどうするか真剣に話し合い、何かあった時に私が子供を引き取りに行くことに決定。あんなに迷惑をかけたのに本当に申し訳ない。息子が本当に反省をし私に謝ってくれたので、私の中にあったわだかまりが少しだけ消えた。そして息子は日々の生活のために昼間の仕事に加えバイトを始めたそう。体力的にも年齢的にもきつくなっているようだ。嫁はというとフルタイムで働き始め、今では給料が増えたらしいが、それでも生活は大変な様子。なぜなら同居している高齢の両親の面倒も見なくてはいけないため、人の3倍4倍働かなくてはならないからだ。少しも休むことはできないため、体調を崩しながら働くこともしばしば。結果、最近嫁が貧血で倒れて数日入院をしたそうだ。今度はちゃんと身の丈に合った大部屋にしたらしい。ちなみに私は最近2歳になった孫が可愛くってしょうがない。とても懐いていて、孫は完全におばあちゃん子だ。もちろん私限定での話だが、嫁の両親を見ても人見知りをして怖がって泣いてしまう。さらに嫁と息子が迎えに来ると私とまだ一緒にいたいようで、なかなか私から離れない。息子と違い、どうやら孫には人を見る目があるようだ。ちょっとした復讐になったと思う今日この頃だが、これは誰にも言わず私の心の中に留めておこうと思う。